ひとしはいつも小さな鈴を肌身離さず持ち歩いていた。それは彼のそばを最後まで離れない運命となった。俺さ、弟がいるんだけど、さつきに会いたいって。ひらぎ？事故があって、二人とも死んだ。さつき、一緒に顔の話聞きに行きましょう。月影現象って知ってますか？満月の夜の終わりに死者と再会できるんです。もうその音は私の頭の中にしかなくて。日が昇る前にあの橋まで来て、あなたたちが会えるとしたらその時しかないと思う。日常ってもともと偶然の一致が重なって成り立ってる。どこかとどこかの歯車が偶然噛み合ったら何かが起こるのかも。ムーンライトシャドウ。